ふるさとは確かに懐かしいけどさ、でも今の暮らしだって悪くはないんじゃない？そうだな。望むのうちにみんなで住んでいることは戦いに有効なだけでなく人間の学習にもなる。有効とか学習とかすぐ堅苦しいこと言うんだから、ハイドは。悪かったね。だがそもそもみんな学習の有効さを忘れて直感とか勢いとかに任せすぎると。ああ、分かった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 。今後頑張ります。それよりさ、望むっていい子だよな。たまに落ち込むけど。それにアマチ博士も面白い。ニコニコしててぷよぷよしてて。ヘリ、ぷよぷよは余計じゃない？やっぱりエリは少し言葉遣いが。そうだ、みんなで言葉遣いの勉強会しない？おっと、出たかな、モネの仕切り好き。新た、何か言った？あ、いや、言ってない、何も言ってないってば。